はい、皆さんこんばんは。メンタル薬学系 VTuber の天越しとです。お久しぶりです。いや、前回のお休みラジオ動画がですね、ちょっとこの動画を撮る前にいろいろ確認してたんですけど、もう2ヶ月前っていうことでですね、本当は月に1本ぐらいはちょっと上げていきたいなとは思ってたんですけど、もう2ヶ月も経っちゃったっていうね。まあそもそもその動画投稿自体ちょっと期間が空いてしまって、まあちょっとこれからまた頑張っていきたいなっていう感じなんですけども、まあ今回もちょっとゆるーくね、メンタルのお話をしたり、ちょっと雑談したりという、まあそんなラジオ動画を投稿し、撮っていきたいなと思います。本当に作業しながらとかね、夜寝る時のお供にでもなれば幸いだと幸いです。ちょっとね、基本カットせずやっていきたいなって思ってるから、ちょっとなかなかこの動画撮るのね、結構緊張するんですけど、まあ、今回もよろしくお願いします。はい。というわけでですね、まあ、まずはですね、まあ、ラジオっぽくって言ったらなんですけど、前回の、お休みラジオ、まあ、1回目ですね、まあ、まったりメンタルのお話でもしようかっていうラジオ動画を投稿したんですけども、まあ、そちらのね、ちょっとコメントを読み上げてお返事していきたいなと思います。はい。はい、というわけでですね、まず、リリーさん。声が優しくて、とても落ち着くので、すごく助かります。ありがとうございます。いや、本当にね、夜寝る時のお供にでもなればいいなっていう風に思ってたので、それで落ち着いて聞いてもらえると、本当に取った甲斐があるなっていう感じですね。はい。次、ゆっちーさん。この動画のおかげで久しぶりに早く寝ることができました。本当にありがとうございます。はぁ、嬉しいですね。いや、なんかマシュマロだったかなのお便りとかでも、このラジオ動画を聞いて、まぁちょっと夜寝る時のちょっとお供にしてるよっていう、お便りとかもいただいてるのに。で、本当にありがたいなっていう感じですね。はい。黒ヤギさん、スムーズに眠れました。ありがとうございます。いやー、こちらこそありがとうございます。本当嬉しいですね、こういった声ね。あと、アキットさん、この動画の雰囲気大好きです。ありがとうございます。まあ、こうやって落ち着いてね、なんか喋ってくっていうの、すごく自分も、なんて言うんだろうな、まあ、撮ってて楽しいなって、まぁ、ちょっと長丁場にはなっちゃうんですけど、撮ってて楽しいなって思うので、すごくありがたいですね。まぁ、本当どのコメントもね、ありがたいんですけど。はい。ねっぽチャンネルさん。しと姉さんの低めの声、めっちゃ落ち着くので好きです。ありがとうございます。この声が、すごくいいなっていうコメントもすごくありがたいですね。本当に。はい。ね。次。よいしょ。ポトウキさん。ゆったりとした雰囲気で良かったです。自分も推しに少し使命感を持っていたので、本当に好きなものを見てリラックスしたいと思います。僕はガンプラ制作の動画、ライブ配信、ショールームで出会った V さんたちを見ています。シトさん、感謝しています。ありがとうございます。前回のお休みラジオ動画では、VTuber の、まあ、推し活って言ったりするんですけど、そういった VTuber さんを応援するような、まあ、活動についての、まあ、お便りをちょっと取り上げたりしてみたので、まあ、気になる方はね、ぜひ前回のラジオ動画も見ていただけるとありがたいです。はい。ありがとうございます。はい。次。ゆきはすさんでいいのかな？すごく落ち着く声だと改めて思いました。ありがとうございます。やっぱりこの
なんて言うんでしょうね。私、VTuber 活動の初めの頃は本当にボイチェンを、ボイスチェンジャーっていうアプリがあるんですけど、結構その、最初の頃って、自分のこの、まあ今は地声で話してるんですけど、地声に、まあちょっとコンプレックスみたいなものがあって、まあそれで、その、まあちょっとでも、ちょっとでもっていうか、まあその、VTuber やるにあたって、まあちょっと、可愛い、あの、声に少しでも慣れたらいいなっていうふうに思って、ちょっとボイスチェンジャー使ってた時期もあるんですけど、まあ、途中からね、まあちょっと、自分の技術が追いつかないとかいろいろ事情がありまして、ちょっとボイスチェンジャー外して大丈夫かなって思ってたんですけど、まあこうやってね、落ち着く声だとか、言ってもらえると、すごく嬉しいですね。本当にありがとうございます。はい。と、リテフシさん。はい。右目に光がない。まあこれは前回のおやすみラジオ動画、見ていただいた方は、わかると思うんですけど、まあ、イラストのことですね。まあ今回もね、まあ、これ用にっていう感じでもないんですけど、まあ、ちょっと自分のこの姿ですね。ちょっと最近、イラストソフトで描いてみたので、今回も、自分のイラストをこうやって配置させていただいてます。まあ、ちょっとね、光、私あんまりこうハイライト大きくドンって書くよりかはちょっと控えめにハイライトを乗せるのが最近好きなので、ちょっとね、光がなくて、へっ!ってなっちゃうかもしれないんですけど。はい。まあ、見ていただけると嬉しいです。はい。というわけで、前回のコメントはこんな感じかな。うん。本当にコメントいただいていつもまあ、この動画に限らずね、コメントいただいて本当にありがとうございます。はい。というわけで、だいぶね、時間が、まあ、空いちゃったんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、今年というか、最近というか、結構ちょっと環境の変化があったりだとか、ちょっと新しく始まることとかが、ありまして。まあどうしてもね、4月とか、年度変わると、そういうのって出てきちゃうかなとは思うんですけど、まあ、それでね、ちょっと、なかなか、VTuber のね、こういう動画を投稿したり、配信したりっていう活動がなかなか、ちょっとこの1ヶ月間は特にできてなかったんですけど、まあ、ちょっと、なんでしょうね、まあ、あんまり言いたくないんですけど、まあ、ちょっと忙しかったんですよね。うん。で、この間久しぶりに動画を、撮ったんですけど、わー、全然もう1ヶ月も空いちゃったからかもしれないですけど、わー、全然もう勝手が、本当に、久しぶりすぎて、わー、わかんない、みたいな。まあ、話もね、ちょっと、なんて言うんでしょうね。まあ、動画用の話し方ってまたちょっと違うのかなって。まあ、本当一人でパソコンに向かって喋ってるだけですからね。本当に久しぶりだなって思いつつ撮ってて、やっぱこう、時間が空くと、やっぱ慣れとかも飛んじゃってて、またこれからね、まあ、ぼちぼち動画も投稿続けていきたいなと思っておりますので、ほんとマイペースにはなっちゃうんですけど、よろしくお願いします。はい。というわけでですね、まあ最初コメントのことだったり、ちょっと自分のちょっとした近況のお話だったりをしちゃったわけなんですけども、まあ今日、まあ、今夜もですね、メンタル系のメンタルにまつわるお話をちょっとまったりしていけたらいいなと思います。はい。というわけで今回もですね、ちょっとマシュマロを、まあ、お便りですね、を、ちょっと読み上げていこうかなと思います。はい。ちょっとね、クリック音とか入っちゃうので、そこだけね、申し訳ないんですけど、BGM でうまく消せれてるといいなと思ったり。はい。というわけで、
今回はですね、なんて言うんだろうな、まあ、自分の気持ちだったり考え方とどう付き合っていくかっていうのを中心にお話ししていきたいなと思います。お便りは、ちょっと可能だったら2つご紹介したいなと思います。はい、まあ、ほんとゆるーくね、聞いてもらえると嬉しいです。はい、というわけで、まず1つ目のマシュマロいきたいと思います。1つ目のマシュマロはですね、減点法のお話です。はい、天越しとさん、こんにちは。こんにちは。私は自分に対して減点法で考えてしまいます。一仕事終えた後も他人から見てどこも変なところはないか何度も何度も見返して、その上で修正箇所があると恥やら申し訳ないやらで情けないやらで死にたくなってしまいます。そのことが頭にこびりついてずっと考えてしまいます。こんな私ですが、メンタルを強く保っていきたいです。重大なものはともかく、細やかな指摘や注意やミスに傷つかないで受け入れる受け入れられる心を持ちたいです。考え方や心の持ちようなどご助言いただければ幸いです。はい、ありがとうございます。今回のちょっとお話を、していくのにあたって、本当に普段私の動画見てくださってる方は特にすでに何て言うんでしょうね、そんなん分かってるよっていう感じになっちゃうかもしれないんですけど、私自身はですね、本当に、ちょっとだけこう精神疾患とか精神科のお薬に、ちょっと理解があるっていうのもおこがましいんですけどちょっとだけ知ってる、薬剤師、薬学系の人だっていう風に認識してもらえると幸いで、本当にね、なんて言うんだろうな、私自身も本当に別に心を強くはないんですよねなので、そんな立場で、こうするといいぞみたいなのをこうはっきり断定できる、きっぱりね、道を示せる感じじゃないのは本当に申し訳ないんですけど、そうですね、まずですね、一仕事を終えた後に、自分でね、こう他の人から見たらどうだっただろうとか、何度も何度も見返して、こういう、あれ大丈夫だったかなっていう、いわゆるこう反省会を、自分でね、振り返りをされているっていうことだったんですけど、それ自体は私すごく、めちゃくちゃいいっていうか、素晴らしいなっていうふうに思って見てました。はい。本当に何て言うんだろうな、自分自身もそういう部分って必要だなって思って、自分自身でやっぱ、何かを振り返ったり、客観的にね、その他人から見て大丈夫だったかなって考えるっていうのはすごい客観的な視点だなっていうふうに思うんですけど、客観的にこう自分の行いを振り返れるっていうこと自体はすごくいいことだし、それはなんて言うんだろうな、もっと自信を持ってって言っても変ですけどすごく素晴らしいことなんだよっていうのはまずお伝えしたいなって思いました。はい。ただですね、マシュマロ、お便りの中にもあったんですけど、その修正箇所があると恥やら申し訳ないやらで情けないやらで死にたくなっちゃいますみたいなお話があったんですけどね。で、やっぱりずっとそのことを考えちゃったりだとか、修正、自分にとって、これミスだったな、本当に申し訳ないっていう気持ちがやっぱ強くなりすぎちゃうのも、もちろんね、振り返って反省すること自体はすごく
いいことなんですけど、それで逆に自分を追い詰めちゃうっていうのは、まあ、行き過ぎるとね、やっぱ、それはそれで辛いかなっていうふうには思ってまして、で、なんて言うんだろうな、過剰に自分を責めないために、なんかこうできることがあるといいのかなっていうのは思いましたね。あとは、なんて言うんでしょうね。この、お便りをくださった方が、どういう状況だったり、そもそも精神科に通われてる方なのか、だったり、精神疾患を持っていらっしゃる方なのかっていうのは、ちょっと書かれていなかったので、状況がちょっとわからないので、憶測とかね、含めてお話ししちゃうんですけど、もしね、精神科だったり、そのカウンセリングかな、特にカウンセリングを、受けてみてもいいんじゃないかなっていうのはちょっと思いましたね。結構そういう、なんて言うんだろうな、その行動を見返したりだとか、他の人とのその付き合い方っていうのは、どっちかっていうと、まあ薬の分野っていうよりかは、割と心理療法の方の、分野かなっていうのはちょっと思ってまして、まあカウンセリングもなかなかね、そのいろんなハードルが高いっていうふうに感じられる方も多いとは思うんですけど、まあ、そういった例えばじゃあ今回どうしたらよかったんだろうとか、今回のケースどうだったんだろうっていうのを、まあカウンセラーの方と一緒にこう考えていって。自分の中で落とし込めるっていうのが、すごくいい理想なんじゃないかなって、私自身はね、感じました。はい。特にですね、やっぱ、このお便りの中では、まあ、注意されたことだったりとか、ミスに、まあ、傷つかないで受け入れられる心を持ちたい、とか、メンタルを強く保っていきたいっていうお話あったと思うんですけど、なんて言うんだろうな。もちろんね、受け入れられる心を持つだとか、まあ、こういう言い方が合ってるかわかんないんですけど、まあ、打たれ強くなるみたいな感じですかね。っていうのは、なんて言うんだろうな。本当に、一瞬でじゃあ明日からはもうメンタル強く保って生きていけますっていうものでもないじゃないですか。本当になんか少しずつまあ、考え方とかもそうなんですけど、やっぱ急に変えるっていうよりかは少しずつ慣れたりしていくものだなっていうふうに自分は考えてて、で、カウンセリングとか、心理療法の分野って私自身はそんなに詳しくないので、本当に、なんだろうな、あだこだ言える立場でもないし、本当にカウンセラーの方って、なんかすごいなって思って見てはいるんですけど、まあ、カウンセリングのいいところとしては、やっぱり自分はまあ、単発でカウンセリングを受けるのもありだとは思ってるんですけど、どっちかというと、長期でカウンセリングしてった方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってて、っていうのも、やっぱさっき言ったように、考え方だったり、気の持ちようっていうのを、一回のカウンセリングで、じゃあ明日からは強く保っていきますっていうものではないんじゃないって私は思ってて、もちろんカウンセラーの方にね、お話を聞いてもらって、やっぱ人に悩みだったり話聞いてもらえるってすごく、まあ、すっきりすると思うし、ちょっと気が楽になりますよね。例えばやっぱこういう辛いことがあったんですっていうお話すると、やっぱり
少し心がね軽くなった感じがあったりするものだとも思うんですけど、まあそういった意味ではすごく即効性のある部分だとも思うし、で、じゃあ逆に、長期的に考えたときに、その、なんて言うんだろうな。やっぱ、例えば、その、今回の場合で言うと、まあ、指摘されたとか、まあ、注意、まあ、ミスを見つけてしまったっていうのって、じゃあ単発のカウンセリングで、じゃあ今回の注意されたことについて、まあ、カウンセラーの方に言ったり しますよね。こんなミスしちゃったんですっていうふうに言って、で、まあ、カウンセラーの方に、例えば、あ、じゃあこうしてみてはいかがですかとか、まあ、カウンセラーがどういったアドバイスするかっていうのは、結構カウンセラーの方にもよるんじゃないかなとは思ってるんですけど、まあその、例えば、注意されることだったり、何かをミスしてしまうことって、一回限りじゃないじゃないですか。その先もやっぱり人間なので、人に、これ間違ってるよーっていうふうに注意されたり、ミスしてしまうことってあると思うんですよね。で、じゃあ、次ミスをしたときに、あ、前、そういえばミスしたときは、カウンセラーさんとこういうお話をしたなっていうのを前提で、じゃあ今回のミスとどう向き合うかっていう話になってくると思うんですよね。で、やっぱりその、なんて言うんだろうな。なので、その本当にちょっとずつ、じゃあ今回はこうして、こう考えてみようだったりとか、じゃあ次回は、こういう風に考えようとか、逆に、まあ、今回いやミスはしちゃったけど前より冷静になれたぞとか、そういう気づきもあるかもしれないですよね。なので一回でどうこうっていうよりかは、本当になんて言うんだろうな、ソフトみたいにって言ったら変ですけど、少しずつアップデートしていくみたいな感じかな。うん。今回こういうミスあって、じゃあ次回はこうしよう、ああしようってなって、次回やった時に、あ、前回の思ったことどうかな、みたいな感じで前回と比較してみたり、じゃあ次回はどうしよう、みたいな感じで。そうやって少しずつアップデート、変わって少しずつ少しずつ更新していくというか、まあ、ソフト的な言い方になっちゃいましたけどとすごくいいんじゃないかなと思いました。で、まあ、自分のねやっぱ立場としては、私自身はちょっとカウンセラーではないので、そういった部分をあんまり詳しくフォローできてなくて本当申し訳ないんですけど、まあ、例えばカウンセラーさんが、まあ、やっぱ一番いいなとも思うし、まあ、カウンセラーじゃない場合は、例えばこう、職場の方だったり、自分が信頼、頼れる人にちょっと話してみるとか、そうやって本当に細かな症例っていうか、一個一個の、まあ、事例を積み重ねていって、少しでもちょっとこの方が楽な生き方をできるようになるといいなって思ってます。はい。まあ、ちょっとこういうね、なんか、ふわふわした回、毎回そうなんですけどね。毎回ちょっとふわふわした回答になっちゃって申し訳ないんですけど、やっぱりこう、自分自身も、私も、やっぱさっき言ったみたいに、本当にメンタルは強くなくて、ね、なんて言うんだろうな。まあ、自分自身、やっぱり、まあ、今もそうなんですけど、本当にね、なんでこういう言い方しちゃったんだろうとか、
あとは動画もやっぱり本当に見てくださる方々に本当に感謝の気持ちではいっぱいなんですけど、やっぱり自分で見返すとわーなんか拙い動画だなーってやっぱ時間が空いちゃうとね、どうしてもやっぱ1年前の動画とか見るとわーなんでこんななんか動画上げたんだろうみたいな風にはなっちゃうんですけど、なんて言うんだろうな、そのでもその当時はやっぱり少しでもいい動画作ろうって思って、ちょっとずつやっぱねやり方だったりとか言い回しだったりとかを考えたりしてたわけで、例えばそうですね、私が今じゃあ上げた動画っていうのは、私がその VTuber としてデビューした1年半ぐらい前になるのかな、1年半ぐらい前にデビューした当時は今の私が投稿できるレベルまで急に頑張れたかやれたかって言われるとやっぱりそうじゃないんですよね。その当時は当時の限界があって、で、まあ、それでも、まあ、拙いながらも少しずつこう こう変えてみよう、ああ変えてみようって試行錯誤して、まあ今の形になってるっていうだけで、やっぱりそういった少しずつの積み重ねで楽なように生きられるといいなとも思うし、まあ、動画もねなんか少しずつこう積み重ねていくことでもっともっといいものになっていったらいいなって、まあ、これからもですけどね思いますし、まあ、そう考えるとねなかなかこう一気に直せないっていうのはすごくもどかしい感じもしちゃうんですけど、まあ、そうやってなんだろうな、ちょっとずつの積み重ねだったりちょっとずつの、まあ、成功体験っていうやつですよね。やっぱり急にメンタルを強くするっていう目標だけを立てちゃうとやっぱりね急には帰れないし達成できなかった時にすごく辛い思いをしちゃうので、本当に小さな目標から立てていくっていうのもいいんじゃないかなとも思います。で、可能ならぜひカウンセリングなど行ってみてはどうでしょうか。はい、そんな感じではい、お便りありがとうございました。はい、というわけでじゃあ次行きましょうか。よいしょ、次がねちょっと長めのマシュマロ、まあお便りになっちゃうんですけど、ちょっとこの二つ目のお便りを読んで今回は締めていきたいなと思います。というわけで二つ目のお便りです。はい、しとさん、はじめまして。はじめまして。ためになる動画いつもありがとうございます。ありがとうございます。自分語りになってしまうのですが、大学に入ったばかりの去年の5、6月から突然よくわからない激しい不安に襲われて、息が苦しくなったり発作のように死にたいと思ってしまったりしています。してしまいます。すいません。シトさんのことを知ったのも起死燃料の対処法を泣きながら探していた時でした。もともと中学時代から謎の罪悪感を抱きながら過ごしてきたのですが、今まではそこまで意識もしていませんでした。しかしここ1年弱、その罪悪感も大きくなり、思考が自分で止めたくても止まらなくなり、頭だけでも楽になりたいと市販薬の OD にも手を出してしまいました。1日の中で割と普通でいられる時もあるのですが、こんなやつが普通でいていいはずがないと思ってしまい、
悪循環になってしまいます。情緒がぐちゃぐちゃになりやすいのは夜です。前までは夜は静まり返っていて、暗くてキラキラしていて大好きだったのに、また怖くなるんじゃないかと余計不安になり、寝つきも悪く、気晴らしに好きな音楽を聴いてもただの音にしか聞こえなくなる時もあり、もうどうしたらいいのかわかりません。病院に行った方がいいのかもしれませんが、長期間通えるほどのお金はなく、また自分は実家暮らしで、そういった精神的なことに親があまり理解がないため、バレたくないのでなかなか行けません。長々とすみません。途中から自分でも何を言いたいのかわからなくなってしまいました。情緒がぐちゃぐちゃになるのも辛いですが、普通の時に普通の情緒でいていいはずがないと思ってしまうことも辛いです。せめて普通の時だけでもこう思わずにいられる方法など、もし少しでもご存知でしたら教えてくださると幸いです。はい、というわけでお便りありがとうございます。はい、というわけでですね、今回もちょっと長めのお便りになるんですけども、さっきとね、ちょっと、似た感じのお便りですね。どう考えたらいいんだろうっていうお話で、本当に一つ目のお便りと被っては来ちゃうんですけども、やっぱりまあ、本当にね、このお便りくださった方も書かれてはいるんですけど、精神科に行った方がいいのかもしれないっていう風に、お話をしてくれてて、本当その通りなんですよね。で、病院に行った方がいいのかもしれないけど、長期間通えるお金もないし、実家暮らしでちょっと親に、そういうことを知られたくないっていう気持ちがあるっていうことでね。そういった意味では、なかなかこう病院に行けないっていうのは結構辛いなっていうふうには思うんですけど、今、そうですね、大学に入ったっていう情報があるので、多分大学生の方なんじゃないかなと思うんですけど、まず、先ほどの方はね、ちょっと社会人だっていうことで、ご提案はできなかったんですけど、大学生であれば、多分どこの、必ずしもじゃないかもしれないんですけど、大学であれば、多分、ほとんどの大学に、学校のカウンセリングルームだったり、カウンセリングの制度っていうのがあるはずなので、まずはちょっとそっちも考えてみてほしいなって思いますね。はい。本当にこれもさっきの一つ目のね、お便りと被っちゃうんですけど、考え方だったりとかっていうのは、本当に急にこう変えるとか、そういうのは結構難しいかなと思っていて、で、やっぱり情緒がね、すごいぐちゃぐちゃになってしまうっていうお話もあったので、なかなかじゃあ私がこう、じゃあこういうふうに考えたらいいよっていうふうに仮にね、私が伝えたり言ったとしても、なかなか情緒がこうわーってこうわぐちゃぐちゃになる、不安定になるってなった時に、そこまでちょっと落ち着けるかとか持ち直せるかっていうのもかなりどうなんだろうなっていうのがちょっと思ってて、そう思うとやっぱりこう単発でカウンセリングっていうよりかは、長期的なカウンセリングに
行かれるのが一番いいかなと思います。ちょっと学校の制度については本当にやっぱ学校さん次第にはなっちゃうと思うので結構難しいんですけど、ただその大学でカウンセリング受けられるっていうのは割とどこの大学もあるかなと思ってるので、まずはそこに行ってみてください。ちょっとすいません、コロナ禍だったりこんなゴールデンウィーク前に行っちゃってなんなんですけど、そこをちょっと手を打ってみて、それでやっぱ長期的にね、その毎回その情緒が崩れてしまった時に何を考えてるのかとか、どうしてなんだろうな、その情緒が不安定になっちゃったのかって、まあそのぐちゃぐちゃになりやすいのは夜ですっていう風に書いていただいたんですけど、まあ何かそのきっかけになる出来事がじゃあ昼間あったりしたのかとか、そういった毎回どんなケースだったかっていうのを、それこそやっぱこれも本当に積み重ねていって、毎回、まあ、ちょっとね面倒ではあるんですけど振り返ってみてどうだったのかなっていうのを見てみたりだとか、あと本当に可能ならね、やっぱ私としてはやっぱり精神科に行ってほしいなっていう気持ちはすごくあるんですけど、やっぱりねそのお金のこともそうだし、親御さんがねそういう理解がないからちょっとなんて言われるかもわからないなっていう怖さもあるし、なのでやっぱ結論的に強制はできないんですけど、ただ入り口としてね、そのカウンセリングに行って、じゃあ、そのカウンセラーの方も、なんか別の制度だったり、まあ、そういうカウンセリングできるところ知ってるかもしれないし、大学でも確かその定期的なカウンセリングっていうのは、できたんじゃないかなとは思ってるんですけど、ぜひちょっと当たってみてほしいなっていうふうに思います。で、もしその大学のカウンセリングどうしても難しいという場合は、そういった自治体のカウンセリングっていうのがあるんですけど、まあ、その自治体の運営されてる、そのこれは単発になっちゃうんですけど、カウンセリングだったり、まあ、ちょっと話を聞いてもらえる場面っていうのを利用できる場合もあるので、はい、本当相談だけになっちゃうんですけど、そこに行くっていうのもありだと思います。はい。まあ、ちょっと、お便り1、2も、どっちもなんか、結論的にカウンセリングに行きなさいっていう話にはなっちゃったんですけど そうですね、やっぱり継続的に見た方が自分は本当にね同じことの繰り返しで申し訳ないんですけど、やっぱり自分もねやっぱメンタル強くなりたいって思ってってたけど、あれ急にはやっぱ強くなれないんだなっていうのはすごく思ってるしそうなんかなんだろうね、ただ自分はなんだろうな、自分もすごい打たれ弱いんですよ。なんかこうあった時にすごく落ち込んじゃったりとかして、ねえ、なんだろうな、それこそやっぱ相手は例えば友達とかは別になんだろうな、傷つけようと思って傷つけてるわけではないっていうことも
分かってるけど、あの自分が深読みして、あーなんか私ちょっとまずいことしちゃったかもしれないなっていう風に思っちゃったりだとかっていうのもあったし、まあ、本当にね、なんかそれこそなんか傷つくことを言われてすごい落ち込んじゃうっていうこともあるし、で、まあ、ただそうですね、自分の場合はそれこそやっぱ毎回なんて言うんだろうな、あの人に、まあ、それをさらに人に愚痴ったりとか聞いてもらったりとかして、ああじゃあ今回どうだったんだろうっていうふうに思ったりだとか、うん、やっぱりそのなんて言うんだろうな、特に活動こうやってね配信とか動画活動してる人ですごい人気な人とかはもっとそうなのかもしれないんですけど、やっぱりこういう活動しててすごい傷つくことを言われることとかもあるんですよね。まあ、いわゆるアンチとか言われたりするんですけど、やっぱ傷つくじゃん当たり前だけど、でもなんかなんだろうな、傷つくことを言われた時にやっぱりそれをやっぱ人に話したり、なんて言うんだろうな、じゃあ今回はこうしてみようって思ったりだとか、別に言われてなんかするわけじゃないですよ、なんかするわけじゃない、相手になんかするわけだったりとかはしないんですけど、自分の中でねどういう落ち着け方をするかっていうのはすごい試行錯誤していってる感じもありますね、はい。まあ、それこそ今回は例えば思いっきりネットから離れてみようとか、今回はちょっとこの友達にちょっとお話を聞いてもらおうとか、本当にそれはなんだろうな、頼れる人は頼って、いろんなやり方見つけていけばいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。し、まあ多少そうですね、そうやって一個一個こう区切りをつけていくと、まあ、ちょっとだけ慣れたかなっていうふうにも思ったりだとか、あとはなんて言うんだろうな、まあ、余裕を持つじゃないですけど、まあ、打たれ強いっていうのはなんて言うんだろうな、本当に伝え方が難しいんですけど、なんか多少こう自分というものを、まあ、さっき余裕って言ったけどなんて言うんだろうな、こう自分っていうものをなんか第三者視点で見てるみたいななんかちょっと表現が難しいんですけど、客観的に自分をすごく見るみたいな、なんて言うんだろうな、感じで捉えると、ちょっと楽になるなとも思ったりはしますね。だから、まあ、例えばですよ。例えば、こう、傷つくようなことを言われたとするじゃないですか、誰かにね。でもそれはなんて言うんだろうな、なんかなんかあの子傷ついてること、傷つくようなこと言われてるわって思うみたいな、ちょっとなかなか難しいんですけど、いやなんか自分すごいなんて言うんだろうな、そういう時にすごくやっぱ深く傷ついちゃうのって、なんか自分というものにすごい、まあ、自分は自分なんですけど、自分にすごい感情が入ってるというか、
と、やっぱりすごいそれだけ傷ついちゃうんですよね。で、もちろんその自分は当たり前だけど自分なんだし、すごい感情を持って、まあ、感受性豊かとか言ったりもするかもしれないんですけど、なんか起こる物事に対してこう一喜一憂したり、すごい感情をね、出していくとか、いろんな感情を受け取るっていうのは、それは私は悪いことではないとは思うんですよね。すごくいいことでもあると思うし、いろんなことを思ったり感じたりするのっていうのはいいことではあるんですけど、ただやっぱりそのなんて言うんでしょうね、なんか自分がなんか傷つくようなことを言われたりだとか、あと、まあ、なんか指摘されたりミスをしてしまったってなった時に、ちょっとだけこう自分から離れるみたいな、ちょっとだけ幽体離脱するみたいななんかすごい物騒なこと言ってるけど、ちょっとなんかこう一歩引くんですよね。まあだから真正面から受け取らないっていう言い方でもいいかもしれないんですけど、それとなんか、ああなんか言われてんな、まあ自分なんですけどって思ったりできるなーっていうのは、ちょっと自分が VTuber 活動を始めてみて、まあなんかいろいろあった時に気づきましたねちょっと一歩引いて、言われてんなあいつみたいなで、まあ、それは別にずっとそうじゃなくてもいいと思ってて、なんか言われたらいい、なんか傷つきそうだなって思ったらちょっと引くぐらいでもいいと思うし、すごい個人的な話になっちゃうんですけど、まあ、ちょっと引いて見てみると、ちょっとダメージが減るような気がしたよっていうお話でした。はいはい、というわけで今回は、まあ、減点法だったりね、まあ、ちょっと考え方についてのお便りを読んでみました。はい、まあ、自分もね、ちょっとこの今回のラジオ動画ってぶっつけ本番で、あんまりというか原稿とかもなく話してるので、だいぶこうちょっとね、何言ってるんだっていう部分ももしかしたらあったかもしれないです。お聞き苦しかったら申し訳ないです。はい、まあ本当にね、作業とか睡眠のお供になればいいかなと思ってるので、はい、ぼーっとね聞ける感じになってたらいいかなと思います。はい、またお便りをくださったこのお二方もありがとうございました。ちょっとねこういう形でなんて言うんだろうな、どうしてもふわふわした回答になっちゃいがちなんですけども、まあ、ぜひこういったね長期的なカウンセリングっていうのもぜひ検討してもらえると嬉しいです。はい、というわけで第2回お休み動画いかがだったでしょうか。はい、まあこれからもね、まあ、第3回とかもやっていきたいなとは思っているんですけど、まあ、メンタルのお話だったり、まあ、途中でちょっと雑談を挟みつつどうお話ししていけたらいいなと思っております。はい、また今回のこの動画にねコメントとかしていただけた場合には、また第3回のラジオで最初コメント読み上げという形で取り上げさせていただきたいなと思いますし、必ずしもこれは回答できるとは言えないんですけど、もしこういうの聞いてほしいなとか、動画で取り扱ってほしいお薬のことだったり
メンタルのことだったりありましたら、マシュマロから匿名でお便りが送れますので、ぜひぜひ送っていただけるとありがたいです。はい、というわけで明日からゴールデンウィークですね。皆さんはお休みの間はどうやって過ごされる予定なんでしょうか。まあ本当にね、皆様が、まあ、もちろんゴールデンウィーク中お仕事だよとか休めないよっていう方もいらっしゃるかとは思いますが、まあ、少しでもいい休日を過ごしていただけるといいなと思います。はい、そうそう、あと前に多分ラジオ動画に対してだったと思うんですけど、そのシトさんのこの動画は、その雨の中一緒に雨宿りしてるような雰囲気を感じますっていう風に、そう、確かツイッターで言っていただけて、まあ、本当に自分のまあ、どの動画もそうなんですけど、自分は結構名前もね、雨越しとっていう名前でこう雨を意識した名前になってるんですけど、まあそのやっぱ生きてて辛いじゃないですか。急に言うけど、やっぱ生きてて辛いことっていっぱいあるし、やんなきゃいけないことだったりとか、理不尽なことだったりとかあると思うんですけど、まあ、そういったね、まあ、いわゆる雨が降ってるような中でも、まあ、それでも少しでも楽しく生きていけたらいいなっていう気持ちを込めて、ちょっと雨っていう名前を使ったりだとか、こういった動画を投稿しておりますので、はい、いいなっていう風に思っていただけてる方は、またこれからの動画でお会いしましょう。はい、というわけで本日のラジオ動画以上になります。皆様良い週末ぐっすり眠れますことを祈っております。はい、というわけで今回のお相手は雨越しとでした。おやすみなさい。